たける心を殺すことある。今回の動画は外録大好きラブ太郎さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。果てまでも君は飛び立つ、限りなく青い空に心震わせ、自由をかける ともせず、勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して。すみません、なかなかちょっと道が分からなくて、すみません、はじめまして。あと腹下りです。っていうのが、はい、ラッパーの名前なんですか？あ、そうです、そうです。僕37です、私。愛知から今日来た。あ、そうです、そうです。すいません、まだ。いえいえ、この後も結構友達だったり、東京に結構友達いるんで。あ、そうなんですか。そうそう、遊んだりして。え、ラップだけで作ってるんですか？いやいや、そんなことないですよ。ラップなんかで全然飯食えないんで。何がじゃあメインの収入源ですか？まあ、夜なお仕事がメインっていう感じですかね。お、夜の仕事ってのは具体的な免税ステとかいろいろやったり。あ、の店長どうですか？いや、友達が経営者やってまして、はい、でそこにちょっと手伝いって感じで。おお、じゃあそこの雇われの社員さんみたいなことあるんですか？まあそうですね、社員っていうか、まあお手伝いって感じ。じゃあそのお手伝い兼ラップで一応その主に収入というか。あ、そうですね。 DM でくれたのが、はいはい、20歳ぐらいで 5都市でしたっけ？あ、そうですね。パチンコとかになんかそのバグを起こらせていっぱいお金出すようにするみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。それやってたんですか？あ、もろそれですね。もうヤクザ集団とか、そういう、あの、ハングレ集団みたいな詐欺集団に食べた感じなんですか？あ、まあ、そんな詐欺がけみたいな感じですかね。詐欺がけ？詐欺がけって言い方悪いですけど、はあはあ、今ってハングレっていう言葉あるじゃないですか。はいはい。昔ってそんな なくて、全然。気づいたら、なんかヤクザがもう取り巻く環境にいたみたいな感じになってくるんですよね、どんどん。なんていつも言われてるんですか？僕下の名前イチローって言うんで、はあ、もういっちゃんがイチローって言うんで。イチローさんはそもそも、はい、そういうとこに立ってくまで、はい、どんな感じですか？もう中2ぐらいの夏に、はい、なんかちょっとグレちゃって、はいはい、でなんか学校の先生とかも、はい、まあ、手に負えないやみたいになって、はいはい、でなんかおばあちゃん家、今の市営住宅の家に変わるんですけど、はい、まあ、そこに引っ越して、はいはい、まあ、中学も変わってみたいな感じで、はい、で学校も変わったらなんか学校も行きたくねえやみたいになって、はい、で引きこもりっていうわけじゃないですけど、あ、じゃあ不登校です。あ、そうそう、違う友達と本当にバイク乗ったり、もう家から出ないとか、家でタムロしてなんかやってるみたいな感じで。じゃあ、なるほど、学校に行ってない人両方ですか？あ、そう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 、もう小学校しか出てない感じですね。そうなんですか？うん、でここで、あ、全然大丈夫。僕地元岐阜なんですけど。岐阜なんすか？あ、そうそう、岐阜なんですよ。で岐阜の人、まあ不良みたいなことやってたんですけど、はい、親戚が名古屋にいまして、はい、飲食部やってて、はい、で夜、まあ、学校行ってないんだったら、まあ、こっち就職しに来いよと、中学校の時からすでに。で、まあ、結構そう、名古屋って言ったら、まあ、東京みたいな感じで、まあ、岐阜から言ったら、まあ、都会みたいな感じじゃないですか。あ、都会ですね、はい、で行ったらなんか土日だけでも1万円くれるんですよ、土日で。まあ、どう、まあ、2万円くれるってことですかね、週末、はい、でそのまま高校、まあ、16になって、でそのままなんかそういう夜の商売いると、はい、まあ、飲食業なんですけど、なんかいろんな人と出会うんですよ、はい、まあ、風俗やってる人とか、まあ、そういう怖い人だったりだとか、はい、パチンコ屋さんの店員さんだったりだとか、はい、まあ、基本夜来るあのお仕事の、まあ、焼肉屋だったんですよ、はい、その大衆焼肉店じゃなくてなんかちょっと高級焼肉店みたいな。その時に、まあ、結構なんか知り合いが増えて、お前将来やりたいことなんだみたいな、はい、で中学校でそこで働いてるわけじゃないですか、はい、で大人の人たちは面白がって、まあ、将来何やりたいんだみたいな、はい、で別に特にやりたいことないですけど、まあ、金儲けやりたいみたいな、はい、で友達、まあ、そのうちの一人が、まあ、ホストとヘルス経営してて、はい、お前やりたいなみたいな、
そういう方向に行きたいなみたいな話になって、へー、でそしたらちょうどその友達が18ぐらいになっとって、はい、あの別の友達が地元で、はい、で一郎っつって、あの設定よく教えたるもんで、あの折半シーンみたいな感じで言ってきたんです、まあ、ごとしの始まりじゃないですけど、名古屋で出会った友達、あ、いやそれ地元の友達で、地元の友達です、結局ごとしてのルール、あ、そうそうそう、いや佐田くんっていう、まあ、地元一個上の先輩がいるんですけど、設定6ってスロットだと思うんですか、あ、そうそうそう、まずはスロットから始まるんですよ、はい、で、まあ、設定6がある、あの、まあ、北斗の剣から始まったんですけど、はい、まあ、やらんかみたいなこと言われて、はい、やりたいやりたいっつって、はい、でそしたら結構うまいことを、まあ、設定6だもんで、はい、負ける日もあるんですけど、勝つ日も増えてきて、はい、その設定6って、うん、1から6あるうちの一番上の設定で、はい、勝つ日もあるっていうか、ほぼ勝つんじゃないんですか、それ打ったら、まあ、ほぼ勝つっすね、まあ、簡単に言えば、これ一人じゃないんですよ、そのうち組織化していくんですよ、はいはい、結局その友達が2人でやってたら、はい、まあ、設定6って他にもいっぱいあるわけじゃないですか、お店によっては、はいはい、で僕らもまだガキだったんで、はい、その子が、まあ、店長とつるみ出して、そのアルバイトの子なんですけど、おー、なるほど、店長とつるんで、そうなんですよ、で、その時はまだ結構なーなー、まあ、緩い感じだったもんで、まあ、店長とその子はつるんで僕に設定を流すみたいな感じだったんですよ、あー、で、それで買った分を店長とその子がちょっと3人で折半みたいな、そうですね、うち子に1万5000円払ってで折半です、残りは、要するに、そうですね、投資もこっちが持って負け額もこっちが持つんですけど、給料1万5000円払った残りを折半するって感じですね、店側と自分側で、設定6だと、これがなんですけど、結局1台だと、上ブレ下ブレがあって、その万枚、いわゆる万枚出たり出なかったりだとか、そうそう、5000枚出たりとかが多いんですけど、結局10人とかでいくと8人ぐらいは勝つんですよ、あ、まあ、大体パチンコやって12時間やってるんですけど、10時間から12時間稼働させて1日20から30ぐらいの儲けが出るって感じですね、8人稼働して、そうそう、8人から10人ぐらい稼働して、あ、そのバイト代差し引いて、でそうですね、1人20ぐらい出るぐらいですね、でも1日で、そうですね、自分たちが働くわけでもなく、あ、そうですね、その店長と、うん、自分と友達20から30ずつお金入るんだから、店長が今度はなんかその、まあ、ロムとか、そういう体感機とかあるもんで、お前らやらんかみたいな感じで言ってきたんですよ。裏で、その、お金をこう、分配しとるときに、そう言ってきたもんで、お、やりたいやりたいみたいな。ねえ、そこはお店でやっていいのみたいな感じで言ったら、あ、全然いいよみたいな。機械も仕入れるもんね、みたいな感じで言って、そっから五都市を始めるようになったんですよ。五都市って言っても、いろいろ種類がある。わかんないですよね、多分。いわゆる体感機だとか、その、ロムだとか。ロムってなんですか？ロムっていうのは店の中の店員とつるんで、はい、もうロムを変えるんですよ、ロムごと中の、要するに脳みそごと変えるというか、あ、それを外部から来るんですか、いや、それは店長に頼んで、入れてもらうというか、あ、設定6のロムってのはオフ、あ、簡単に言うと設定6のロムっていうよりは、設定6だとコストが、まあ、めんどくさい、簡単に設定6でもいいじゃないですか、別に1日打ったらまあお金になるんですけど、そもそもロムっていうのがあって、16ピン音ピンっていうロムがありまして、はい、そのロムを、まあ、ある部分にこう付け替えるだけで繊維を、はい、もう携帯のパスポートみたいな感じで、スロットのボタンをこうパン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 って打ちと、次の回した時にも7が揃うような感じになるんですよ、あ、もう、はいはい、普通に強制的に当たります、あ、そうですそうです、もう強制的に当たりを引き出せるロムがあるんですよ、それを店長が持っとって、まあ、今度はそういうことやらんかみたいな、はいはい、それでずっと飯食ってたら、はい、やっぱり怖い人たちに目つけられるようになったんですよ、そうですよね、そうそう、そう、あ、まあ、浅はかだったんですけど、はい、自分とは毎日行って、まあ、毎日5万円だけ出してとか、まあ、途中から設定部隊とそのロム部隊で分かれちゃったんですけど、はい、でその紹介してくれた安田君っていうのが設定の方の、まあ指揮、まあ、トップって指揮取っとって打ち子集めたり、はい、僕はロムとかそういうのを触っとって、その店長と、はい、いつも一緒のメンツじゃないですか、はい、なもんで、まあ、怖い人が兄ちゃんだっつって、毎回出てるけど何かやってるだろうみたいな、いや、やってないですよみたいな、で、まあ、そしたらそのうちの、まあ、1人が、まあ、その僕らも結構その高をくぐってたというか、はい、まあ、何もされんだろうっていう気持ちだったんですね、まだ揉め事もなかったもんで、はい、まあね、狙われるというか、まあ、そういう、まあ、やっかみを言ってくるんだろうなみたいなこと言われたら、
じゃあそのうちの一人が突然さらわれて、まあ、さらわれたって言い方悪いけど、まあ、パチンコ屋で、まあ、ちょっと忍者出ろって言われて、そのまま連れてかれて、まあ、フルボッコにされて、まあ、口割れみたいな。岐阜のパチンコ屋で言ってたんですけど、岐阜って結構落としが多いんですよね、本当に。そういう、そうなんですか。そうイコール、まあ、薬剤さんがやるしのぎみたいな感じなのが多いんですよ、岐阜は。で、僕らも全然薬剤さんでもないので高をくくってたら、まあ、本当にそういうショッターがもう絶対もう結局やっとるみたいな、もう分かっとるみたいな、その要するにネタも上がっとるもんねみたいな。だから要は自分たちのそのしのぎを、うん、その犯してるってことですか。あ、そう簡単に言えば、そう俺たちもやってるんだけど実は。あ、そうお前らのせいでだいぶ減ってんだけどみたいな。あ、そう、あ、まあそんな感じですね、簡単に言うと。簡単に言うと。で、それでそのヤクザにその差はちょっとどうなんですか。で、まあ、結局、うん、そいつら電話かかってくるんですよ、まず携帯で。で、すげえわわさ、怒ってるんですよ。もうそう。で、最初その、まあ、射程とか、まあ、後輩だと思ってたんで、何言ってんのお前っつって、ええみたいなこと言ったら、いやいやっつって、まあ、何だけどっつって、もうめくれてるからっつって、ああっつって、お前が頭でやっとるんだろうって言われたもんで、まあ、行きますっつって、その、まあ、ちょっと岐阜のある柳ヶ瀬まで呼ばれたんですけど、まあ、行って、そしたらもうそいつフルボコボコにされたんで、で自分、まあ、頭なもんで、はいっつったら、もうここにチャカパーン向けられて、怖っ、うわっと思って、すいませんっつって、しのぎ渡しますっつって、もうこれはいかんと思って、もう全部持っててくださいっつって、その間にも射程とか、もう僕らも足洗うもんで、もう勘弁してくださいっつって、で、そしたらその場、もう収めてくれて、ほかに、まあ、しのぎよこせよみたいなこと言ってきて、まあ、店長にその事情説明して、話して、そこからまあ解散させようと思ったんですよ。そしたら、まあ、これは、まあ、とことん、まあ、行くしかないでしょ、みたいな。誰が？僕らが。とことん行くってどうですか？だってもう、ここ取られちゃったから。でも逆に取られたもんで、開き直って、名古屋で、焼肉屋でちょっとアルバイトしてた時に、知り合った力を使ったんですよ。僕ら岐阜でこういうことしてるんですけど、まあ、ちょっと手助けしてくんないんですかみたいなことを言ったんですよね。そしたら、まあ、本当にちょっと、大きい組織のショッターが、ついてくれて、で、お、今度は、はい、そういうケツ持ちありの状態でそれを始めるんですか？あ、そう。僕らも最初はそういうのをつけたくなかったんですけど、はい、もう最初はもうつけるしかないわけです。もうそういう職業だったもんで。まあそうですよ。だって、うん、一回痛い目見てるから。そうですね。はい、で、次ももう組織化しちゃってたので、はい、で、まあ、その、名古屋のある方に頼んだら、まあ、大体月学生で、大体こんなもんで、はい、まあ、面倒は見るもんで、月買ってやっていいぞみたいな感覚で。いくらだとヤクザの人が。あ、そう。その悪いことするのに月額面倒見てくれる金額っていくらですか？これは5万かな。安っ。10万。で。1人当たり？いや、これ、だいたい5万から10万なんですよ。一つの舞台が。何人その一つの舞台は？僕んとこで7、8人だいたいいたっすかね。あ、でも7、8人がそういう悪いことするために、うん、5万円からぐらい上納すれば、うん、ボディーガードやってくれるってことですよね、簡単に言うと。これ結構、そうですね、つながりがあって、はい、インビじゃないですけど、パーセンテージ持ってこいっていうところもあるんですよ。なんか普通そんな感じなのかなっていう想像で。そうなんです。僕らもそこ駆け引きで、結構、見えないじゃないですか、お金のやり取りって。で、あと、その、カスリはそんだけ持ってかれるのがすごい嫌だったんですよ。はい、その 10% とか 20% だとか上がりの、いくらを持ってこいって言われるのが、はい、で、月額、まあ、5万円にしてください、みたいな、はい。そしたら、まあいいぞ、みたいな。でその代わり、まあ、自分とはもう、どこどこ組の何々を結末にしとるで、ということも一切出さずに、最終局面でトラブった時だけに言うみたいな形を取るみたいな。あ、だからあんまり利用しないからその金額で済んだみたいな。あ、そう。何も使わないんですけど、一応看板は持ってますみたいな感じで、やるみたいな感じで、結局パクられるって分かってたんですよ。そっから体感機とかも流れてくるんですよ。新しい。体感機って何なんですか？体感機は自分スロットだと7を揃えれるんですけど、はいはい、簡単に言うとスロットってレバー叩いた時に抽選してるんですよね基本、はい、で時計回りにずっと回ってるんですよ。スロットって右回りにずっと、はい、で当たりが12時 10分とかちょうどバチンっていうとこが当たりだとしたら、はいはい、体感機だとその機械を使ってそこを叩けるんですよ、はい、パチンっつって、でそれで7を揃えるっていうことをやるんですよね。いや完璧違法なんですよそれは、はい、まあ、ここから糸を出して、足から糸を出して、レバーに引っ掛けて、自分で周期持っていくんですよ。1から12まで、こう、数字で。で、12来たら当たりだな、みたいな。で、当たりの近くには、絶対、チェリーがおるんですよ。いわゆるスロットでいう。
イチェリーが出だしたらもう当たりだなみたいな。でそれで体幹でこう糸をつくみたいな感じでやってて、結構細い糸で自分からは丸見えなんですけど店員さんからだと見えないんですよ。こうガツンとやって、そしたら今度はその時今年が増えたんですよ。増えたって言い方じゃないですけど、今で言ったらアポ電とかオレオレ詐欺やってるやつが増えたみたいな感覚で、今年も当時増えたんですよね。当時って何年なんですか？当時僕今37なんで12、3年前とか15年前とか、そっから僕らのグループは結構本当にうまいこと言って、はい、で結構まあ平凡というか、まあそのトラブルがない僕ら平和にぶっ通してきたんですか？あ、そうそうそう、まあ、ケツ持ちもいたし、まあ2年、3年ぐらいはやったんですけど。3年でいくら稼いだんですか、ボートで？2億ちょっとぐらいですかね。じゃあ1人？ 1 人、あ、僕ともう1人で2億、2億ぐらいで。あ、2億稼いだんですか？そうですね。だ2億ちょっとぐらいはいったと思うんですね。そうっすね、しかも2億稼いでるし、月額5万のケツ持ち代で済んでるから、そうなんですよ。全然ちょろいっていうか。全然痛くなかったっすよ。でもそのケツ持ち代のションタンには、だいたい 4,50 しか儲かってないですっていうことにしか言ってないです。ああ、なるほど、ね、トラブルもないし、だって2億も儲かってたら、うん、もっと金払えた話になりますもん、ね、いやいや、ま、絶対なりますよ。不得隠しじゃないんですけど、そっからキャバクラ経営とかが始まるんですよ。へえ、その5年で儲かったお金でキャバクラ経営するんですか？そうなんですよ。結局5年で儲けると、まあ、毎日お金入ってくるわけじゃないですか。パチンコ屋なんで、パチンコ行って毎日勝つで、毎日生産するね、キャバクラ行ったりバカラ行ったりみたいなことをしてると、ちょっとキャバクラの人と仲良くなるんですよ。ああ、お店の人と、はあ、まあ、当然お金持っとるもんで、はあ、そしたら急になんかさ、お店の人がもうキャバクラ興味ないみたいな、はあ、若いのに勢いいねみたいな、キャバクラ買わんみたいなこと言われて、で岐阜のキャバクラ柳瀬っていうところのキャバクラだったんですけど、はあ、結構安いんですよ、金額が。いくらですか？200万です。安っ。むっちゃ安いですよね。まあ、その代わり居抜きで女の子なしなんですよ。おうほうほう。その代わりでも200キャッシュでやったらいつでもオープンできるよみたいな。当時そのボトですげえ金持ってたので、うん、なんでとりあえず金を隠したいというか、そのボトはみんなに言ってない、まあ、もちろん言えない職業なんで、何で、まあ、稼いどるのみたいなことを言えなかったので、まあ、キャバクラとデリヘル出しゃいいやみたいな、それでなんか儲かってるふりを見せれば全然なんか、まあ、実業家じゃないですけど、なんか二十歳でそういうことやるとかっこいいみたいな感じに思えるじゃないですか。ああ、でとりあえず、まあ、やるかっつって、はい、で、まあ、200万投げてやったんですけど、はい、まあ、全然流行んなくて。まあ岐阜ですしね。そうなんですよ。でしかもそのキャバクラとか風俗とかって、そう簡単に、はい、儲かる職業じゃなくて、相性だとやっぱプロがちゃんと携わってるもんね。ある程度集客があったり、まあね、そうなんですよ。例えば僕ら200万でパンで買って、はい、その無料案内所とかに若い、僕ら新しいキャバクラオープンさせてもらって、はい、よろしくお願いしますって言っとって、で、まあ、女の子もわりかし結構いい女の子に集めたんですよ、はい、でそれでただただ客を待てばいいと思ってただけなんですよね。そしたら全然入ってこなくて、まあだから商売そんな甘くないですよね。そうそうそう、で常に赤字で、はいはい、そこも岐阜でやってるもんで、はい、結局そこにもヤクザが来るんですよ。ああ何やってんのみたいな。そうっす、若いのにお前らどこつけてやっとんだみたいな、はい、もうその柳瀬って飲み屋街なもんで、はい、お前らここは誰がケツ持っとるんだみたいな、もう直で言ってくるんですよ、はい、さっきの今年じゃないですけど面倒見てもらっとるとこに直列するもんで、そこも一緒に、はい、で、まあ、そこに面倒見てもらってますみたいなこと言うと、あそうかみたいな感じ引くんですけど、あしかも名古屋だから岐阜より絶対でかいですもんね。あ、そうなんですよ。結構なんていうんですか、本当昭和地味だというか、昔ながらの感じでバリバリ来る感じで。え、一回も捕まってないんですか？捕まってます。え、それどこでタイミングですか？今年。あ、今年でも捕まりましたし、じゃあ僕全部で6回逮捕あるんですよ。それ全部何で逮捕したんですか？やっぱその詐欺系ですか？あ、全部違うんですよ。まず1回目いつ捕まるんですか？それが23、5、6の時詐欺で、その5トンの時捕まるんですよ。あ、5トン、ついに5トンで捕まるんです。捕まるんです。何で、どんなタイミングで捕まるんですか？ちょうど、沖スロの、うんと、まあそのなんか沖スロって、あ、沖縄スロットですか？あ、そう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 、いわゆるハナハナとか、はあ、ああいうやつの、寝台が出て、はあ、体感機って、何でもパチンコの台にできるってわけじゃないんですよ、はあはあ、そのあったスロット台にしかできないんですよ、はあ、でその時、当時沖スロの
何ていう代だかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、花々みたいな代が1週間ぐらいしかできんけど、はい、一撃むちゃむちゃ出るもんで1日100、200抜けるもんで、まあ、それやれやみたいなこと情報が横で回ってきて、同じ系列だったら多分ゴットってできるんですよ。で僕らは同じ系列のってパチンコ行ったんですけど、はい、そこは初日50万ぐらいすっぱ抜いたんですよ、はい、でそこに同業者もドラいるなと思ったんですよ、はい、同じことやってるやつらが、はい、あこの台は本当に1週間でこのネタ消えるやと思ってたら、で2日目も違う行ったんですよ、はい、でそこでも5、60万抜いて、で3日目にもう1店舗の違うっていうとこ行ったんですけど、はい、そしたらそこでまあ売っとったな、最初は3人ぐらい違う同業がもう10万円ぐらい出してたんですよ、1人、はあ、ああ30万ぐらい出しとんのこいつらと思って、早いどかんかなと思っとって、それなら僕とその相棒が当時普通に打ち出してもう再換気しようってパチンパチンやってたら、服着た方の警察官が、はあ、あのホールの中ブワー来たもんで、はあ、相棒はサラリーマンの格好してたんですよ、スーツ着て、はあはあ、で僕はドカチの格好してたんですよ、はあはあ、であの、まあ、中にあの巨人の星みたいな強制ああいうのを仕込むんですよ、機械だもんで、で横に相棒がおって、警察来たら逃げようかっつって、あのまあ小言でこうこの目配せでパッて行って、こうやって警察官向こうからこうやってホール島から来たんですよ、で僕らこっちに逃げるじゃないですか、そしたらこっちに乗ったサラリーマン全部刑事だったんですよ、20人ぐらいボコボコにやられて、で回ってこらーって言われて、でホールの中も羽交い締めにされて、でそのままボールのその偉いところにバーン連れてかれて、ゴトって被害届出ないことが結構多いんですよ。でそこまででもうまだ二度と来んなよみたいな、とかまあ体感機だけ没収ねみたいなことが結構免れとったんですけど、その時だけはちょっと大事だなみたいな感じになって、警察も来てこれ逮捕されるっつったらされるっつって、でそこが初めての逮捕ですね。逆になんでその時だけ逮捕なんですか。今までは逆に逮捕されなかったんですか。うまいことされなかったっすね。バレたらバレても。そうですね。とか、バレても、ここは逮捕されんよっていう情報とかも、結構横で。あるんですか。ある。捕まってたらどんぐらい、刑務所行くんですか。それでも、すぐ、もう、自分地上ですんですか。いや、速攻16班の、弁当持ちで、保釈ですぐ出てこれるんですね。16班の弁当持ちなんですか。あの1年半の実刑で、3年の執行猶予ってことです。ああ、ほうほうほう。16の3年弁当ってことですね。あと2回どうやって進むんですか。次は、恐喝ごと絡みになるんですよ、また。好きっすね、ごと。うん、僕はそこで1回引退するんですよ、ごとは。あ、引退したんですか。1回で引退して、店とつるみ、はい、店ごとというか、捕まった時も、店つるんでないとこを攻めに行ったわけなんですよ。で、結局店つるみのとこと仲良くやり始めて、はいはい、ロムと一緒に、まあ、設定とかをちょこちょこやるんですけど、結局なんか物足りんくなるんですよね、お金の面で。結局そんだけ稼いでると別に生活も別に2、30万でもできるわけじゃないですか。もうね、うん、でもなんかその、まあ、若いうちにそんだけ金持っちゃうと狂っちゃって、でなんか悪いことねえかなみたいなこと言っとって、で五都市って不思議なことに自分らの組織に入ったら違う五都市に行けないんですよ。他の五都市そこはやっちゃいけないみたいな感じで、で僕のとこに、まあ、とある若い子が来たんですよ。で違うとこでゴトやってたんですけど、もうちゃんと足洗ったもんで、雇ってくんないですかみたいな特例でみたいな。で自分もちょっと浅はかだったもんで、裏も確認せずにまあいいかなみたいな感じで、まあ、雇ったんですよね。そしたらなんか実は綺麗に辞めてなくて、おでなんか結局裏でなんかその言われるわけですよ。引き抜いてみたいな感じになって、そう簡単に言うと引き抜いてもないのになんかもう手に持ってこいみたいな感じになって、はい、で若いやつに詰めたんですよ、まあ、どうなっとるんだみたいな話、はい、まあ、こういう件で向こう言ってきとるって言ったら、まあ、すいませんでしたみたいな、はい、で、まあ、どうするみたいな、結局まあこういった話ってお金で解決するもんで、金出すか出さんかどっちがいいみたいな、そしたらまあお金出して払いますみたいなこと言って、でまあ建て替えとくねみたいな、で大体50か100取ってくるんですよみんな、はい、今年のトラブルって、はい、で、まあ、その時多分50だったと思いますけど、なんか50払うもんで、まあ、その話を収めるもんで、まあ、ちょっと頼むねみたいなこと言ったら、なんかその、まあ、50僕が建て替えたんですけど、先に
持ってこないんですよ、銭を。そう、立て替えたのに。で、お前どうなっとんのつって。いや、もう少しで自分もお金作れるもんで、みたいな、後の飛ばしにされとったら、もう結局呼び出して、一発パチンってやったら、そいつが警察に走ったんですよ。あー、で、それで、そっか、50万の強化になっちゃった。そうそうそう。それはどうなったんですか。それはでも、結構おまわりさんも味方になってくれて、結構まあ、やつも悪いと。まあ、絵を描いてるわけじゃないけどって感じで10万円の罰金で済ますね、それで。へぇー。ちなみにその警察には、うん、内田さんが強盗してるのバレてるんですか。あ、もろバレっす。もろバレでも釈放してくれるんですね。まあ、結構警察の人なんで、じゃあなんかその、まあ、まあ、本当に取り調べもこんなノリで、まあ、喋らんとか喋らんし、あいつだって裏で調べれば悪いことやってるでしょみたいなこと言うと、まあ結構穏便に済ましてくれるというか、警察も知りたいとこだけかいつまんでこう言ってくれると、ここはもう調書入れんといてとか言うとやってくれますし、結構人なんで結構融通聞いたりというか。あ、そうなんすね。今でも、ね、今でも全然仲良くて全然喋りますし。あと4回逮捕されるじゃないですか、はい、それも全部刑務所には行かないんですか。いやいや、刑務所2回行ったっすね。あ、なんでそれ刑務所に行ったやつは何なんですか。その後に窃盗と、なんで盗んだんですか。ゲームキャラシやってたんですよ。え？ゲームキャラシは友達やってたんですよね。ゲーム機を取って、そのまま売るみたいな感じですよ。ゲーム機って、どんなタイプのゲーム機ですか？プレステ4みたいな。あ、そう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 。取るってどこだったんですか？盗むんですか？そうそう、ゲーム屋さんから取るんですよ。6回捕まってるうち、結局共犯がほぼいるんですよね、相棒が。全員違う。もうだってそんなことやるより、ゴトの方が儲かるんじゃないですか？あ、なんですけど、結局ゴトが、その頃にはもうしもびになるんですよ。あ、それは当時吉宗っていう聞いたことあるんですけど、ね、第1部があるんですけど、はい、それが一世風靡したんですよ、5年で、はい、で一般人も増えたんですよ。普通の薬剤屋さんじゃなくて俺らみたいなやつらが増えてきたんですよ、はい、でお金儲けてみんなしたいわけじゃないですか、はい、で結局そのパクられるかパクられんかの天秤で、はい、その執行猶予つくいかんとか、はい、で自分たちは腹決めてパクられるまでやるって言ってたんですけど、はい、みんなパクられたらまあ、まあ、やめるというか、みんな、まあ、結局そこで引退しちゃうもんで。あ、そうっすね。そうで、それで結局、まあ、近代のその代の仕組みも変わってきて、ゴトが結構古くなってきたというか、で結局僕らはその体換気をやってたのが、結局今のゴト氏だと、外から弾を持ち込んで流すとか。おー、で結局そのやることがなくなってきたんです、ゴトの。なるほど、もう機械の対策がすごくなってきて、そうそうそう、もう無理ってことですね。そう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 。なるほど。そうです。で、結構何でも俺らのゴト集団は対応できたんですけど、それよりももう機種がなくて、もうみんな散らばっておのおの死ぬでやった方がいいねみたいな感じでゴト集は終わっちゃうんですよね。解散したんですね、その俺は。あ、そうそうそう。詐欺、窃盗、恐喝、傷害、大麻と覚醒剤で捕まってる、ね。あ、大麻も捕まってるんですか。そうです。覚醒剤いつ手に出すんですか。覚醒剤は結構最後の方で、直近の行った刑務所が最後の覚醒剤だったんで。へぇ。逆にこれ、ゴトやってる時は覚醒剤出なかったんですか。禁止だったっすもんね。僕リーダーで、そういう薬物禁止でしたもんね。あ、自分もそういうルール貸したんですか。そうそうそう、若い子にも貸してましたし。そうです。あ、そういうモラルあるんですね、ちゃんとゴト。いやいや、もちろんです、もちろんです。もちろんだって。いや、おかしい話ですけど、なんかそれなりのルールはあるみたいな。そんなこう、ちょっと硬派なルールを打ち立てたのに、うん、なんで、覚醒剤とか大麻とか手出しちゃったんですか。いや、なんかこれも結構さ、僕相棒がいるんですけど、ミックンっていう、はい、もう幼なじみがいるんですけど、はい、そいつはガキの頃から、はい、音楽が好きで、はい、割かし最先端の音楽ばっかり言ってたんですよ。あ、だから音楽と作成セットってことですか。あ、そう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 。そいつラッパーなんですけど、ミクマリっていう、はい、で、まあ、そいつが結構 先に名古屋に行って、はい、あらゆるものを教えてくれるようになったんですよね。音楽も教えてくれるし、ヒップホップはやばいよ、やべえよみたいな感じになって、もう10年、もう20年近くになるんですかね。で、その子はラッパーになって、で、俺幼馴染なんで、そいつだけは今年の時から知ってるんですよ。で、そいつは、もうガキの頃から音楽で飯食いたいみたいな。で、夢見てみたいな感じで、名古屋出てみたいな感じで、CGA で働いてたんですけど、当時は。で、ヒップホップって、今、まあ今流行ってるのかわかんないですけど、まあ、流通して流行らない音楽なんですよね。結局今 J-POP、 結局 J-POP が一番じゃないですか。あ、はい、でヒップホップっつって結局ずっと流行らない音楽なんですけど、そいつはずっとやってて、そこに結構買いに行ってたんですよ、俺も CD、はい、今流行りのヒップホップ3名教えてよみたいな、はい、で今年やってる時もそこ行ってたりしてて、
バブられてて、まあ、あの何もやることなくなった時に、はあ、そいつがお前ラップやった方がいいよみたいな、はあ、お前そういう人生送ってんだからみたいな、はあ、あそうだねみたいな、でやりだしたらもう何でもあるよみたいな、タイマスとりあえずみたいな、はあ、あそうだねみたいな、吸ってみようかみたいな、はあ、まあ、ヒップホップって総称的になんかタイマーは OK、 覚醒剤はダメみたいな、はあはあ、文化なんですよね、なんか、はあはあ、誰から買うんですか、まあ、最初は売人から買うんですよ、はあ、当時先輩がイラン人かブラジル人の番号を持ってたんですよね、で、あ、そう外国の方から買うんですか、そう最初はそうなんですね、そこから買うようになって、で結構知り合っていくとなんか周りにそういう人がいたりとか、結局そのご都市じゃないんですけどそういう業界でもそういうニュアンスの人がいるみたいな、その時の金はどうしてたんですか、何かしら悪いことしてたんでそうなんです、何かしら悪いことしててお金回ってたっていうのと、あと僕ずっとこの中風俗嬢やってたんで、ね、生活には困らないというか、あ、じゃあカツカツのところに常に生活してるんですけど、そなんかそういった薬物だったりそういった部分では手に入りやすい環境にはいたしね、うん、え、それ最後捕まったのは何歳なんですか、もう今から5年前に出所したんで3年前ぐらいですかね、に捕まってって感じですかね、そこ以降は一応捕まってないんですか、その後に単位まで捕まったんですけど、さ不起訴になったんですね、3年前ぐらいですかね、ピンポーンってうち来て、はあ、何だろうと思って、アマゾンでネット注文してたなと思って、はあ、で僕当時その時の彼女といて、はあ、覗いたらおじさんが5人ぐらいいたんですよ、はあ、何って言ったら、いやガサですって言って、はあ、何って言って、そしたらあのコカインで札で家宅捜査の札出てるからって言って、絶対ないよって言って、で、まあ、そのまま、まあいいよ、ほやわって言って入れて、そしたらあのパケだけ出てきて、微量のタイマーがちょっとだけ入った、はあ、で、本当に微量のタイマー、もう吸い終わったタイマーなんですよ、はあ、で、これ何って言ったもんで、いやもう吸い終わったタイマーって言って、もう持ってくって言ったら、一応立件だけはするわって言って、逮捕されたんですけど、まあ、不起訴みたいな、それ量が少ないから、あ、そうそうなんですか、はい、もう完全もう量微量というか、もう本当にないに等しい感じだったんで、で今は大麻とかやってるんですか、今吸わしてもらえば吸いますよね、あ、そう、今は反射ですか、今反射だともうきついんだよな、いやいや反射じゃないです、全然反射じゃないです、もともと反射じゃないですもん、やっぱ今最近してます、え、そういうことは、いや、してないです本当ですか、はい、まあ、してないって言ってくれればまあいいんですけど、いや、うん、してたらさすがにちょっと嫌だなっていう、いやいや、そんなの札出ちゃうじゃないですか、札出ちゃう、別になんかその心を改めるとかそんなタイミングがないんですか、別に、まあそう、まあ、今改めてるんで、あ、そうなんですか、なんかきっかけあるんですか、それ、まあ、周りが結構悲しむというか、まあ、そうっすよね、そうですね、まあ、シャムとかあっち系も結局捕まるじゃないですか、はあ、女がシャブ中だったんで、ね、まあ、そこも切って、ね、もうシャブもやらなくなったら結構周りがその、まあ、応援してくれるというか、はあ、まあ、その人脈はあるもんで、はあ、何やるにしても、まあ、結構応援してくれるというか、はあ、その今のエスの兄弟分もそうですし、周りの音楽やってるやつらも結構、まあ、助けてくれるというか、はあ、なるほどね、はい、本当に悪いことはやめたというか、ああ、まあそれだったら安心ですわ、うん、まあ、懲役言いたくないですもんね、え、懲役なんて言いたくないですもんね、もう、いや、まあそりゃそうなんですけどね、確かに興味本位じゃないですけど、はあはあ、違法じゃないものってやった方がいいと思うんですよ、大麻って違法じゃないですか、所持してたら違法じゃないですか、数分だったら OK なんですよ、あ、そういうこと、そういうことなんですよ、だからその微量の吸い割りの柄で一応立件されるけど捕まんないみたいな、あ、そうとかも結構それも刑事でできレースって言い方悪いですけど、まあ本当にタイマーは吸って大丈夫なんで、全然ガンガン、人生ってあんまり、まあ、言っても70年80年ぐらいで終わるわけじゃないですか、で、まあ、自分もやって分かったことなんですけど、やってから物言えるじゃないですか、うん、まあ、ゴトにしてもキャバクラ経営にしてもそうなんですけど、うん、まあ、薬物にしてもそうなんですけど、うん、やったからこそやめといた方がいいよみたいな、まあ無茶ぶりを言ってるんですけど、まあ、自分で経験したもんで、まあ、なんか親が泣くことはやらないです。たけれたけれたけれ心は殺すことはある。
あ、もうね、今後ね、これまで散々やってきたの。あ、そうそうそう、結構だ、家族とも仲いいですよ。あ、そうなんですか。はい、感動とかされるじゃないですか、普通。うち結構ね、父ちゃん、母ちゃんとお姉ちゃんいるんですけど、みんなピースで、そうですね、家族会うときはみんな面会みたいな。で、そうなんですね、で、30過ぎて、まともになって、まあ、今は結構グループラインとかもしちゃって、はい、ある。そうそう、グループラインしちゃって、みたいな。毎日おはようみたいな。いいじゃん。そうです、もう元気じゃないと逆に LINE 来ちゃうもんで、ね、ああ、そんだけやっちゃってるもんで。ラップできるんですか。ラップできるって言い方悪いですけど、いやいや、それはちょっとできないです。それできないですか。それあれなんですよ、はい、フリースタイルやってくれっつって、はい、やるみたいな感じで言われるもんで、はい、やらないですよ。あ、そうなんですか。だから音源渡したんです。よかったら聞いてください。音源、音源渡されたら見たいよな、生で。そっくりです。いやいや、ヒップホップも生でこうやって即興でやる人とやらない人いるんで、聞いてもらったら分かると思う。音源のサビぐらい、サビなのか分かんないですけど、一つ聞いて。あ、じゃあ僕のサビを歌いますね。手を上げろ、手を上げろ、手を上げてみたら2度目の逮捕。嘘嘘、本当に本当、本当なんだよ、6度目逮捕。あ、これサビなんですか。はい、サビです。ラップパートっぽいとかないですか。今なんかちょっとあのメロディーかなんかサビっぽい感じ。今サビだったんですよ。なんかサビだよ。ラップの A メロというか A メロ、はい、何歌えばいいですかね。ワンバース目歌ってください。ワンバース目、プッシャー誰それ意味聞く倍に、見た目は元気だ不気味な廃人、値段は言いざら交渉負けだ、兄貴も恥きもいらない、器実は犯罪者、関わるな度胸とノリと勢いのギャンブラー、芋づる芋引き取引万札、確実視線合わせ話す。いいじゃないですか。はい、ありがとうございます。OK です。恥ずかしいですよ。ありがとうございます。普段やらんと。ちなみにあの CD も、はい、全国流通かかってるんで、バッチし大丈夫です。バッチし大丈夫です。バッチし大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。